松山市の観光名所の一つ松山城で21日恒例の年末大掃除が行われ、職員らが1年の感謝を込め、普段は手の届かない場所などを中心に念入りに汚れを落としました。大掃除は毎年年末に天守の観覧を1日休んで実施しています。天守最上階では職員が長さおよそ2メートルの笹ぼうきを手に、軒下や天井についたすすやクモの巣を払いのけました。普段はあまり掃除をしていない高い場所の欄間や柱なども雑巾できれいに拭いていました。松山城総合事務所によりますと、今年の天守来場者は20年ぶりに50万人を突破しました。最終的には去年より 2.8% 多い51万2千人を見込んでいます。普段、見えてないところを今日は特にですね、壁の隙間とかやっぱり天井の方の梁のとかですね、そういうところを集中して掃除しております、きれいにして新年を、迎えたいと思いますね。